さん、おはこんばんちは、ナビゲーターの、ミロクです。今回はゲストを呼んでいます。誰呼んだの？それではお願いします。はじめまして、今回ゲストに招待された、タラコです。今回、都営地下鉄で最も動きのある新宿線についてですよね。そうですよ。あれ、ねね、私の思い出すがなんで梅干しになってるの、誰だ食べたの。食べた犯人知ってる、犯人はタラコです。マスターじゃないよね。違う違う。そもそも私の好きなものはタピオカだよ、いつもタピオカラテ飲んでるの見てるでしょ。あと、その思い出す、私がミロクちゃんにプレゼントしたものでしょ。いつものお出かけのパートナーへのプレゼントなんて食べたりしないよ。つまり、犯人はタラコです。もう許せない。お願い、ミロクちゃん今回は許してやって、明日、私、駅メモカフェ行くからまた買ってくるよ。それか開封済みだけど、私の思い出す分けるから。そうだねマスター大丈夫だよ。とにかく、私のマスターの愛情勝手に食べた、犯人はタラコ許さない。そこまでにしよう。とりあえず、ミロクちゃんが激怒してしまったので、代わりに2022年、引退が決まりました。私、10430F が、司会を務めます。よろしくお願いします。ミロクちゃんなのですが普段、あんなに怒ったりはしないよ。ただ、今回のショックが大きかっただけだから、気にしないでね。いつもの注意確認してから、続きをお楽しみください。ご視聴ありがとうございます。本編前に LCD の注意喚起をお読みください。守れない場合ブラウザバック押してください。視聴マナーに皆様のご理解とご協力をお願いいたします。皆さんおはこんばんちは、ミロクちゃん代理の 10430F が司会を務めます。今回何かしらと目立った動きのある私が所属してる都営新宿線について語っていきます。まず都営新宿線ホームドアが初めて設置されたのは大島駅の中線に初めて設置されました。残念なことに一万型先輩が引退されてから稼働開始してしまい、あのお方とホームドアの稼働コラボはお目にかかれませんでした。しかし最後に撮った一万型さんとホームドアのコラボは写真として収めることに成功しました。また、ホームドアから話が変わりますがもっと貴重な動画がございます。あの都営新宿線の名物車両、10300R 型の新線新宿駅です。これは、高尾の帰り運用を何気なく見てたら、ちょうど後続にいることを確認、即発台駅で下車、そしてこの時初めてロム、未更新で新線新宿と表記ができない 10300R と初のご対面となりました。この車両は一万型3セミステンレス車両置き換えと、それほど経年劣化してない中間像、美車両を3組集め、このようになったのは有名な話です。またそんな貴重な一万300R の新線新宿駅は動画として撮影に成功しています。貴重な動画なのでよくご覧ください。いかがでしたか？もう二度とこの光景を目にすることはできません。話戻しますが都営新宿線ホームドアですが、平成から令和にかけて来月設置工事フィナーレを迎えようとしています。つまり地下線内で唯一ホームドアの内駅新宿3丁目ですがもうこの駅のみとなります。またホームドア設置後、再来年からはおそらく廃止される年に一度のの都営新宿線の大イベント、勘のいい人ならもうお気づきでしょう。そう、江戸川花火大会開催による普段急行の止まる駅でない篠崎駅に急行が停車するという鉄道ファンの間で大スクープとも言える大イベントです。もちろん、通常運用では完全廃止された8連の急行、この時限定で復活し、再び目にすることができる、まさにネタ三昧です。もちろん魅力、ちゃんとことだから行くと思います。
そんな都営新宿線8連、私を含む1万300型8連は引退することになります。私たちはもう3年、高校の路線から離れ、運良ければ、譲渡ですがおそらく、廃車されると思います。もし新宿線、乗られるとき8連を見かけましたら、そっと見守ってあげてください。そして今年の篠崎駅、臨時停車は、急行運用終了まで、弥勒ちゃんは記録すると言ってたわ。また急行撮影後、江戸川花火大会を見て食べて飲んで、都内で2番目に素晴らしい花火大会を、最後までご覧になられれば幸いです。今回の動画はいかがでしたか？ほぼ私の司会ばかりでしたが、ここまでご乗車いただき、ありがとうございます。今回、弥勒都営好き SP チャンネルは、チャンネル登録者数が400人突破しました。また嬉しいことに動画の、視聴回数も、100回以上2日で、1000回再生された動画もあります。これもすべて、いつも見てくださってる、視聴者様のおかげです。また、動画再生回数が、1日で1000回になったら、覆面しますが、顔出し等を行うことも、検討しております。また、視聴者様との大回りツアーも予定しております。今後とも、弥勒都営好き SP チャンネルをよろしくお願いいたします。ご乗車ありがとうございました。お降りの際、チャンネル登録、通知音など、お忘れ物、落とし物のなさいませんよう、十分にご注意ください。お乗り換えのご案内です。当チャンネル他の動画をご覧になられる方は、動画下のアイコンをご利用ください。